します。はい、お願いします。はい。ということで今日は今ネオンさんが到着しましたので、こちらは無事にちゃんと完成しております。YouTube を上げているネオンさんの誕生日が7月の4日ということが明らかになりました。季節はもう9月になろうとしております。現場の高見さん聞こえますでしょうか。中継がつながりましたのでネオンさんの記者会見をお聞きください。そうですね、なんか長編2時間ぐらいの動画を編集していたらですね、はい、遅れてしまって、やらなきゃなとは思っていたんですけれども、季節は巡り巡って、はい、9月になってしまいます、はい、これからはちゃんと季節感の、はい、季節感の、はい、しっかりした動画を上げたいなと思っておりますので、引き続き見て続けるとありがたいなと思います。以上です。引き続き動画投稿を頑張っていただきたいものですね。以上でお昼のニュースを終わります。じゃあまずはですね、こちらの去年よりパワーアップしましたね、山本さんからの赤を用意してきました。ハッピーバースデーとんがり棒かけていただいて、かけるの、かけていただいて、すごくないこれ、なんかハッピーやろうじゃん。でも100円だったら何の自慢何の自慢だよ、100円にしちゃいい。まあ可愛いじゃん、ほら。どうですか、可愛いですか、そっち賑やか、ほらめちゃくちゃ賑やかや、あのアトラクションの、はい、こんにちは、アトリーそういうとこアトラクションの、アトラクションの駐車場でこれぐらいしかないじゃない、メインじゃない、これぐらいしかないあとはこれぐらいしかないメインだよな、やだやーやだやー、まあ、で、私もちゃんとね、こうなんか可愛らしいの買っちゃったんですよ。これはね、すごい可愛いと思うんだよね。でも個人に比べるとね、こっちの方が派手だから、最近クオリティだな。そうだよ、ちゃんとこの見てこう思うんだよね、すごいんだから、作りが安いんだからこれは安いね、安いんだから、そこもなんかもうあれだね、長時間してここが痛いんだけどこうやって直すすぎる手慣れてるじゃん。まあ、ということでですね、はい、今回はですね、ネオンさんの誕生日ということで、はい、もちろん私は誕生日プレゼントもご用意しております。ありがとうございます。こんななんか。ねえ、これだともう一年たちの手に入れてね。じゃーん、こちらでーす。どうでしょう、お手紙。いただきます。お手紙でしょうか。見て、うるさいからやめて。かわいい、見て、これ。まあ、誰そのお花のシールめっちゃ高いから。いや、高そう、これ。めっちゃ高いで。ね、かわいいよね。ロフトとかの。そうです。高いやつシリーズ。メッセージ for you。プータン。プータン。プータンたちがいますね。開いていいですか？どうぞ。ねえ、お前も、ねえ、お前も金で解決しよう。違うの。ごめんね、それ。大丈夫？それね、ごめんね。金額あれなんだ。これね、これ金額ね、うん、1000円なのね。でも金で解決してますね。いいね、うん、これ金で解決する女パート2やん。リターンズやん。ちょっとあのお手紙の方も、はい、でもこれ大丈夫だよ、後ろ見せちゃいけないやつなんですね。使われちゃうんで、使われちゃうんだよね。でもそのシール剥がしてないから別に大丈夫だよ。使うと私これ初めてですね。アップストア、iTunes。これなんかあれだよね。使えるんだよね。課金するやつ。
そう、書き、これでグラスタッドができるとか。あー、ありがたいですね、それ。ケイさんに言います。貢いでくださいや。はい、じゃあちょっとお手紙読まさせて、読まさせて、はい、ご朗読させていただいて。ネオンさんへ25歳のお誕生日おめでとう。こうしてお誕生日をお祝いするのは何度目でしょうか。変わらず今年もお祝いできることをとても嬉しく思いますって書いてある。思います思います思います。気持ちがね、気持ちが乗っちゃって乗っちゃって大変だわ。なかなかお互いに仕事が忙しくて大変な日々を送っているけど、あまり無理はせず自分の体と心を大切にしてください。忙しい中練習もいつもしてくれて本当にありがとう。ネオさんが少しでも楽しく幸せな日々が過ごせるように願っています。今年は現場行けたらいいな。行けたらいいですね。これからも仲良くしてね。ちぎりさんよりペラコスタッフとしてください。お願いします。お願いします。何かを受け取った。こちらこそお願いします。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 お納めください。お願いします。ありがとうございますね。これちょっと飾らせてもらって、はい、まあ、っていうのは実は、はいはい、まあ、ちょっとねこれは検証企画と言いますか。え、何怖い怖い。実はですね、こちらの iTunes カードの中身1000円ではございません。怖い怖い。なんか金で解決してるよ。今回はですね、ちょっと検証としまして、はい、ネオンさんが、はい、iTunes カード1000円でも喜んでくれるのかドッキリでございました。もうこんないろいろ落ちちゃってっていうね、ちょっと検証を1個ありまして、はいはいはい、実はこの中身は1000円ではなく3000円分入っておりますので、3000円分計算の日についていただいて。1000円でも全然喜んでたけど、これでお会計できちゃったんだけど、実際私さ、これもらったことはなかったから、なんか新鮮だった、すごい。そうなのね。そう、そう、嬉しいなっていう気持ちはあった。3000円分入っておりますのと、はい、これとはもう一個ですね、私の誕生日の時に言っていただきました1万円企画を今から毎日送っていただきますので、今からこの場を離れてですね、プレゼントを切っていただいてと思いますので。え、怖いよ。あんたも怖いじゃん。一度スキルをね、今ちょっと仕掛けさせていただきましたので。じゃあ絶対この感じ町田か行かないと思った。行かないと思ったでしょ。思った思ったでしょ。終わり。ね、そんなことはございません。ね、なんか1万円企画をね、していただいたので、私もお返しということで、今から、街の方に出向きまして、1万円企画をしていきたいと思います。まあ、名残惜しいですが、これはこのままにして。はい、このままにしておこう。このままにしてですね、で、記念にこれはね、ちょっと持ってね、振り返りでも持っちゃおうかな、なんて考えてますね。これで歩いた方がいい。やめて。私が歩けないから。あんた30分それで買い物するんだよ。すいません、すいません、ハッピーバースデーみたいなの来たんですけど。っていうね、はい、ちょっと検証企画をやびっくりです、びっくりです、はい、1000円でも全然嬉しいんだよ。お気持ち程度にね、こちらちょっとこれ建前だ、はい、建前ってやつだ。なんかいろいろ考えたんですよ、今日の今日を迎えるにあたって、はい、まあ、本当は、デイユースでホテルを借りて、ホテルをこういう風に装飾して30分、あ、1万円企画が終わったら、ホテルにちょっとホテル集合にして行ったらダーンっていう感じしようかなって思ったんだけど、ホテルってこういうの発注かんからNG なんだ、分かんないし、撮影許可とかもなんかあるかなと思って、そう、行きたいホテルがちょっと埋まっちゃってたんで、はい、まあ我が家でいいよということで、いや、ありがたいでございますよ、ここから始まるのはありがたいよね。私なんてドーン街中からドーン。またね、ちょっと風景変わると思いますが、はい、一旦ここは分かろうということで、わかりました、はい、わかりました。ちなみに検証結果、ネオンさんは1000円でも喜んでくれました。よかったです。いや、嬉しいですよ。よかったです。なんかさ、基本さ、なんだろうね、もらえない女なの。悲しいこと言うなし。基本もらえない女なのよ。言うなし。だからもう何もらっても嬉しいよね。赤子のように嬉しい。嬉しい。あげがいがありますよね。そう、なんかこんなことしてくれるのも本当にちぎりパンぐらい。やめて、悲しくなっちゃうから。ちぎりパンぐらいなので、本当にね、嬉しいでございますよ。いや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 。ありがとうございます。はい、じゃあ私ね。はい。ここは締めたいと思います、はい、またお買い物編も皆様ぜひ見てください。はい、では次回お買い物編でお会いしましょう、はい、バイバーイ。ありがとう。